おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。お、この電車、随分と揺れるな。ちょうどカーブに差し掛かったみたいね。下手したらバランスを崩して、そのまま倒れそうな勢いだったわよね。一瞬、脱線でもしたのかって勢いだったよな。脱線で思い出したけど、地下鉄の日比谷線で脱線事故があったの知ってる？別の列車と衝突して、5人も亡くなって大変だったんだから。そんな事故があったのか。ちょっと暇してたところだから、よかったら聞かせてもらえないか？別にいいわよ。それじゃ、ゆっくりしていってね。A 段日比谷線中目黒駅構内列車脱線衝突事故は平成12年、2000年3月8日午前9時1分に、当時の A 段地下鉄、今でいうところの東京メトロの日比谷線、中目黒駅構内の六本木側にある S 字カーブで発生した列車脱線による衝突事故なの。20年くらい前の事故だったんだな。事故が起きたのは朝の通勤ラッシュの余波が残る9時1分、日比谷線中目黒駅構内で発生したの。ちょうど、サラリーマンがこれから仕事を始める時刻だな。東急東横線直通各駅停車北千住発菊名行きの列車が、中目黒駅手前にある急カーブで最後部車両の車輪が乗り上がって脱線、上り線側にはみ出してしまうの。急カーブで脱線ってことは、曲がりきれなかったわけだな。車両が隣接線にはみ出したところ、運の悪いことに列車の遅れで直前に中目黒駅を出発した対向の竹の塚行き列車がやってきて側面衝突、結果的に大破してしまったの。よりにもよって、都合の悪いタイミングで別の列車とぶつかってしまったわけか。結果的に竹の塚行きの、6両目の列車に乗車していた乗客5人が死亡、双方の列車に乗車してた乗客64人が負傷する大惨事になってしまうの。随分と派手に壊れたみたいだけど、5人も亡くなってしまったのか？東京消防庁が午前9時8分に電車出火、負傷者多数との通報を受けて、火災第一出動及び救急特別第一出動の指令を出して、消防隊、特別救助隊、救急隊を出動させたの。事故から7分後か、これ以上の犠牲が出ないうちに急いでもらいたいぜ。その後、現場に到着した消防隊から脱線により負傷者多数との報告と応援要請を受けて、午前9時29分に救急特別第2出動、午前9時36分に救助特別第3出動を発令するの。救急隊の人数が、どんどん増えていってるな。最終的に救急隊29隊のほか、ハイパーレスキュー隊や特別救助隊など、合計77隊の消防隊救急隊が現場で救助活動を行ったの。救助活動も、随分と大規模だったんだな。当時の運輸省も事故当日に鉄道事故調査検討会を発足して、事故原因の究明に当たったの。運輸省？今でいう国土交通省ね。結果的に緩和曲線部、低速走行、摩擦係数の増加など、それぞれ単独では脱線に至らない程度の複数の要因が重なり合うことで発生する複合脱線や競合脱線とも呼ばれる事故だったことが判明するわ。聞いたことのない用語ばかり並んでいるけど、要するにいろんな原因が絡んでたってわけだな。事故のメカニズムとしては、急曲線部を低速で走行するときに、車両の特性や線路の形状等の様々な要因で、車輪からレールを下向きに押す力輪重が減少して、車輪がレールを横向きに押す力応圧が増加したことで、車輪がレールに乗り上がって脱線したものだって結論になったわ。つまり車輪が浮いているところに急カーブを進んでいる途中で遠心力が働いて、結果的に列車が傾いたってことだな。中でも大きな要因だったのが、車両の静止輪重のアンバランスね。アンバランス？静止輪重っていうのは車両を支える車輪にかかる荷重のことで、それぞれの車輪に均等に重量がかかっていれば安定性が高いんだけど、搭載機器の偏りなんかで車輪ごとの輪重が不均等になると、車体のバランスが崩れやすくなるの。ふむふむ。他にも事故を起こしたボルスタレス台車に必要な軸重の偏り調整が適切にされてなかったせいで、輪重比の大きな狂いが起こったのも主な原因の一つだと言われているわ。ボルスタレス台車って何なんだ？ボルスター、つまり枕張りがない台車のことね。簡単に説明すると、枕張りの代わりに空気バネを使うことで構造を極限まで簡素化した、現在広く使われている台車なの。なるほど。わかったようなわからないような。構造上、旋回の許容を空気バネのたわみに頼ってるせいで20メートルクラスの車両だと曲線半径が400メートルを切るあたりから旋回に無理が出てくるから、急カーブの多い路線だと不向きなの。つまり急カーブが苦手ってわけか。さらに半径100メートルを切ると空気バネのたわみの限界を超えてしまって、旋回自体ができなくなる欠点もあるから、どうしてもボルスタレス台車を採用するなら1両あたりの全長を短くするか。もしくは枕張り台車、ボルスタ構造の台車を採用するかの2択を選ぶしかないわね。
旋回すらできないんじゃ、急カーブのある線路じゃ使い物にならないもんな。逆に緩いカーブだとボルスタレス台車の方が旋回しやすいってメリットもあるから、一概に不向きとは決めつけられないんだけどね。急カーブは不向きなのに、緩いカーブは得意なのか。聞いているだけで頭がこんがらがってくるな。あとは A 段の事故に対する備えも不足していたことも発覚するの。A 段地下鉄自体に不備があったのか？事故が起こった箇所は半径160メートルっていう急カーブだったのに、線路の内側から車輪を押さえて脱線を防ぐ脱線防止ガードの設置基準が他の鉄道事業者よりも緩かったせいで、事故現場にも設置されてなくて、結果的に事故を未然に防げなかったの。確かボルスタレス台車って半径400メートルから旋回しづらくなるはずだったよな。しかも旋回不可能になる半径100メートルにだいぶ近づいてないか？他にも走行列車が多くレールと湯の効果が減少する朝のラッシュ直後だったことや、メトロ車両で標準的に採用されていたシングルスキン構造の車体が損傷時に鋭く尖る形状になっていたことも、事故の時に被害を大きくした点だって注目されたわ。時間帯や、列車の素材まで事故の原因に絡んでくるわけか。複合的な要因で発生した事故だったせいで、いずれか一人だけに刑事責任を負わせられなかったみたい。ここまで、いろんな原因が出てきてたもんな。さらにレールの保守管理を担当してた A 段公務部の職員5名が、管理限界を超える線路の狂いを放置したとして、警視庁から東京地方検察庁に業務上過失致死傷罪で送検されたんだけど、事故の予見は困難だったとして、結果的に不起訴処分になったの。不起訴処分か、ちょっと釈然としないよな。事故の教訓を生かすのは鉄道会社として当然のはずなんだけど、以前に発生した事故の教訓を生かしてなかったことが発覚して、A 段地下鉄がバッシングを受けることになったの。バッシングって、一体どんな理由で？まず他社の例なんだけど1986年、東急電鉄東横線横浜駅でも東横線横浜脱線事故っていう、日比谷線の事故と同様に臨終日の不均衡が原因で列車の最後尾車両が脱線する事故が発生してたの。東急でも、今回みたいな脱線事故が起こっていたのか？幸い負傷者はいなかったんだけど、その事故を受けて東急は、静止臨終のバランスをプラスマイナス 10% 以内に調整したり、脱線防止ガードの設置基準を引き下げて、半径450メートル以下の全カーブに脱線防止ガードを設置することにしたの。ふむふむ。でも東横線横浜脱線事故の一件を運輸省が全事業者に通達を出さなかったせいで、A 段地下鉄では点検は行われなかったの。たらればロンになるけど、もし A 段地下鉄にも情報が行き渡っていれば、って話だな。過去を遡ると A 段日比谷線でも、開業間もない1965年に中目黒駅で事故が起こっていたの。それじゃ A 段地下鉄の管轄で、すでに脱線事故が起きていたってわけか？今回の事故とほぼ同じ箇所で脱線したのだけど、この時は対向列車がなかったから衝突などの大惨事には至らなかったわ。さらに1967年、1992年に地下鉄半蔵門線の鷺沼車両基地内で2度にわたって脱線事故が発生していたの。いずれも側面衝突してて、同じ箇所で2回ずつ事故が発生したことになるわ。一度だけじゃなくて、合計3度も脱線事故が起きてたわけか。A 段でも車内調査が行われた結果、静止臨終バランスの管理が必要だっていう結論が一旦出されたけど、この事故の教訓が、具体的には臨終非調整、脱線防止ガード設置基準変更などの事例が日比谷線の車両管理に活かされなかったの。3度も脱線事故が起きているのに、見過ごしてたってことになるよな。現場から臨終計の設置を要求したんだけど、結果的に結果放置されて、半蔵門線の車両のみの臨終調整に止めたせいで、結果的に日比谷線には臨終比 30% を超える車両が走ることになったの。現場らの声をおざなりにするなんて、一体どういうつもりなんだよ。さらに半径140メートル以下のカーブにのみ脱線防止ガードを設置するっていう、A 段の設置基準が極端に低かったのも要因の一つね。事故現場も半径 160.1m だったから、脱線防止ガードは設置されてなかったの。もし脱線防止ガードを設置していれば、脱線事故も起こらずに済んだわけだな。過去にも似たような事故があったはずなのに、対策が取られなかった事実が発覚したせいで、今回の事故の責任を取る形で当時の A 段総裁が引責辞任する事態になったの。結果的に5人も亡くなったんだから、責任を問われても当然だろうな。さらに A 段の陸上競技部も活動自粛を余儀なくされて、その後も東京地下鉄、東京メトロに引き継がれず廃部になってしまったの。そんなところにも余波が出てしまったのか？その後、2020年4月に東京メトロ女子駅伝部マーキュリーって名称で再発足することになるんだけどね。ちゃんと復活したんだな、そいつは良かったぜ。事故の再発防止策として、当時計画中だった13号線、福
副都心線の雑司ヶ谷から西早稲田間の曲線線形を変更する都市計画決定が2004年に行われることになったの。脱線しかねない危険な急カーブを、いつまでも放っておくわけにもいかないもんな。営団も事故後に製紙臨終の管理基準を定めて、レール作成、レールを削って形を整える作業の時に新品のレール断面形状に近づけるよう、作成前後のレール断面の測定を開始したの。さらに車輪フランジ角の変更や、脱線防止ガードの設置基準の見直しなど、事故要因になった様々な箇所について見直すことになったわ。ふむふむ。さらに運輸省は全国の鉄道事業者に対して総合的な再発防止策として、製紙臨終の管理、軌道の平面性の管理、レールの作成形状の適正化などを行うと同時に、脱線防止ガードについても曲線の半径ではなく脱線係数、脱線しやすさを示す数値に基づいて整備を進めるよう通達を出して、営団以外の事業者でも再発防止策が取り組まれることになったの。人の振り見て我が振り直せ、ってやつだな。営団地下鉄から民営化で東京メトロになった以降、臨終変動割合の大きいボルスタレス台車から、ボルスタアンカー付き構造台車に順次切り替えていって、2020年3月28日からは、乗り入れ車両を含み日比谷線を走行するすべての車両がボルスタ構造の台車を採用することになったわ。急カーブに弱いボルスタレス台車を、急カーブにも対応できるボルスタ構造の台車に切り替えたってわけだな。さらに事故後、営団は事故現場付近に慰霊碑を建立して、翌2001年には事故のあった3月8日を安全の日に定めて、東京地下鉄に移行した現在に至るまで毎年、職員が事故現場で慰霊を行ってるの。事故の対策も大事だけど、犠牲者もしっかり弔ってあげないといけないもんな。犠牲者は5名だったんだけど、慰霊碑の銅板には4名の名前しか刻まれてなくて、当時37歳だった女性の名前だけ、遺族の意向で記名されなかったの。一体どうして、慰霊碑に名前を残さなかったんだ？婚姻届を出してから8ヶ月で妻を失った男性が、事故から20年後の2020年になって初めて理由を語ったの。これ以上ない苦しみを生み出した場所。あの忌まわしい現場に妻の名前を残すことはできないって考えて記名を拒否したようね。慰霊碑を見るたびに、悲しい出来事を思い出さずにいられないもんな。麻布高等学校に通っていて、大橋ボクシングジムに所属してた当時17歳の高校生も犠牲者の一人だったの。事故当日は期末試験の最終日で、いつもより遅い電車に乗ったせいで不運にも事故に遭遇してしまったわ。ボクサーを目指していた高校生まで、脱線事故で亡くなってしまったのか？ジムの先輩で彼の面倒を見ていたプロボクサーの川島勝重選手が、犠牲者のイニシャルを刺繍したトランクスを着用して試合に臨んで、WBC 世界スーパーフライ級王者にまで上り詰めたの。チャンピオンベルトまで取るなんて、やるじゃん。事故が発生した3月8日はジムの大橋秀幸会長の誕生日だったんだけど、事故以来13回忌を迎えるまで誕生日会を自粛していたみたい。ふむふむ。今更責任を問うわけじゃないけど、今回の衝突事故を受けて取られた対策は何年も前に必要性が判明していたから、事故以前に管理体制を強化することも十分に可能だったの。確かに、未然に防げるチャンスもいろいろとあったはずだよな。どんな大きな事故でも、事象を分解すれば小さな要因の積み重ねになるから、事故の目をチェックして日々改善に努めたり、継承を見過ごさず、たとえ過去の事故でも風化させず語り継ぐ必要があるのよ。誰かが亡くなるような悲惨な事故だけは、もうこれ以上起きてほしくないもんな。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説しているから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。